ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。今回は日本卓球リーグ実業団連盟所属の女子チームに加入した選手を紹介していきたいと思います。新人選手に加え、他所属からレンタルで参戦するゴールド選手、また移籍で加入した選手についても紹介します。まず女子一部の中国電力では、昨シーズンで蘇さんと庄司さんが引退され、新たに四天王寺高校から中森選手が加入しました。全日本ジュニアでもランク入りした実績を持つ中森選手の実業団での活躍にも期待です。三立には3選手が加入しました。まずは同じ実業団のエクセディからインターハイ女王の出雲選手が加わりました。兄のタクト選手はケアリッツ&パートナーズで今季からプレーするため、兄弟揃って日本リーグで戦うことになります。また中央大学から、これまたインターハイ女王の梅村選手、そしてミキハウスから塩見選手とビッグネームが加入します。梅村塩見ペアは全日本選手権ダブルス準優勝の実績を持ち、日本リーグでも活躍が大いに期待されます。昭和電工マテリアルズには新人選手は加入していませんが、今季も石川佳純選手がゴールド選手としてプレーします。十六銀行には専修大学のカットマン加藤選手と、國學院大学のサウスポー小島選手が入社。デンソーにはインターハイシングルス3位四天王寺高校菅沢選手が入っています。エクセディには早稲田大学から全日学ダブルス優勝の岩越選手と、希望が丘高校からインハイシングルスランカーの伊藤選手が入社しています。愛媛銀行には東京富士大学から松岡選手、高知工科大学から河渕選手、香里が丘リベルテ高校から村上選手と3選手が加入しています。続いて女子2部についてです。百十四銀行には北信越の U 新潟大学から長目選手が、トヨタ自動織機には全日学シングルスベスト8の國學院大学のペン表阿部選手と、三重県白子高校から新井選手が加入。広島日野自動車には朝日大学から松永選手が入るとともに、ゴールド選手として元十六銀行で現在は T リーグトップ名古屋で活躍する安藤美奈美選手が参戦します。大桑には明豊高校から秋吉選手、 JR 北海道には明徳義塾高校の藤沢選手、今季より日本リーグ参戦のクローバーシカフェアリーズには愛知工業大学の大西選手が入りました。実業団についてはクローバーシカフェアリーズのインタビューや、管理の松平選手と中国電力の蘇さんの豪華同級生対談なども過去に出していますので、ぜひご覧ください。4月20日から23日に行われるビッグトーナメント福島大会には山下が現地取材に伺う予定です。選手の皆さん、会場でもよろしくお願いいたします。今後も様々な動画を出していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Rallies